熱気ってなーに。びっくりした？それはメッキって言うんだよ。メッキ？ボロボロだった君をメッキパワーでピッカピカに美しくしたんだ。すごい。実はメッキにはすごい力があるんだ。君たちの住む町中にメッキは溢れている。現在ほら、あそこの車も自転車も電車も、そして上を見てごらん。飛行機だってみんなメッキが使われてるんだ。メッキの力がないとちゃんと動かないんだよ。みんなが持ってるスマートフォンにも使われているんだ。中を覗いてみよう。そこもここもみんなメッキなんだ。そう、コンピューターや精密機械の品質や耐久性を上げるためにもメッキが使われているんだよ。過去。わ、砂漠？ここどこ？ここはイラクのバクダッドという町の近く。およそ100年前、町の遺跡からあるものが見つかって世界中がびっくりしたんだ。なになに？見つかったのはこの壺。2000年ぐらい前のものらしいが、その構造から世界最初の電池じゃないかという説が。そしてもう一つ、実はこれは銅メッキをするためのものではという説が出たんだ。そんなに古くから。その近くの都市でも銅メッキに使われたと考えられる5、6世紀頃の壺が発見されているんだ。鉄の釘は強いけど錆びやすい。そこで表面に銅をメッキして錆を防止、強さと見た目を保ったんだ。ボロボロだった僕もかっこよくなったもんね。メッキってすごい。メッキを施すと大切なものを守れる、美しくなると世界に広まっていった。そして日本でも。うわー、でっか。1300年前に作られた奈良の大仏様の表面には高価な金が使われたんだ。銅でできた大仏に金を混ぜた液を塗り、熱を加えて黄金色にしたと伝えられている。作業には5年もかかったとか。メッキのご先祖様だね。さあ、メッキに詳しくなってきたところで、ここでクイズ。メッキって何語だと思う？ A. 英語、 B. ポルトガル語、 C. 日本語。 A. の英語？正解は日本語。かつては漢字で塗金、塗る金だね。それがメッキをするとき、水銀に金を溶かすと金色が消えたように見えるので滅金。そして漢字からひらがなでメッキと表すようになった。僕の名前もひらがなでメッピ。宇宙。わあ、宇宙だ。宇宙開発でもたくさんのメッキが使われているんだ。あの人工衛星も。宇宙空間は太陽の光が当たらないところはマイナス150度、当たるところはプラス120度にも。そんな厳しい環境でもメッキの技術が役に立ってるんだ。本当だ。僕もメッキされてるから宇宙空間でも快適。工場。
メッキの工場は日本全国におよそ1000カ所以上もあるんだよ。見てみるかい？見たい見たい。すごいすごい、どんどんメッキされてる。メッキが材料を丈夫にすると言ったよね。表面を覆って材料の寿命を大きく伸ばしてくれる。ではここで実験してみよう。まずはメッキをしていない板に石で数回傷をつけてみて。あー、傷がついちゃった。次はメッキをしている板で。わー、メッキをしていない方に比べてメッキされた板は傷がつきにくい。メッキをすることで錆から守ったり、表面をピカピカにしたり、丈夫になることも分かったね。わかっぴ。メッキの技術はまだまだ。素材の表面を硬くするメッキ、鏡のように光を反射させることができるメッキ、そしてもう一つ、これで世界中の子供たちを喜ばせている。え、まだあるの？みんな大好きゲーム機にもメッキが生かされてるんだ。電気を通しやすくしたり、細かい部品をたくさんくっつけられるようになったり、最新機器の中にもたくさん使われているメッキはみんなの暮らしを支えているすごい技術だってことだ。最先端！優れた職人技術の結晶と研究開発への努力により支えられている日本のメッキ技術は世界中で評価されているんだ。メッキの力は無限大だね。僕もパワーアップして